いやもうね、これアップする頃にはまだね、私ね、神戸には行けてないけどね、まだまだちょっと先気を持たせるね、宮本浩次。というわけで今回は懐かしい風に吹かれて起きた、これ久しぶりなんですよね。はい、行きます。一部怪しかったですけど、いきましょう。ありがとうございました。はい、ワイドー！エビバデの皆さん、こんにちは。お元気ですか？いやー、宮本浩次、紅白ダメでしたね。いやーね、歌コンに出たじゃないですか。宮本浩次大先生。宮本浩次出てて、島津亜矢さんとか、いっぱいいてて、あれだけの人が出るってことは、これもう完璧に紅白だったので、プチ紅白だったので、もしかしてこれ出てる人は出れねえのかなとか思ってたら、やっぱり漏れましたね。まあ、で、私のお気に入りのダイスは、今年初めて紅白。彼ら念願の紅白だったんで、まあ、いいんじゃないかと。で、こっちのケントさんとかね、新しい顔ぶれがいっぱい出てたんで、まあ、ちょっと先輩としてね、エレカシはまあ、紅白も出てますから、譲って、まあ、ちょっと今年にね、ヒットソングが出なかったのがちょっとね、悲しいかな、その、敗因かなと思うんですけど。来年出てほしいかな。もうでも、そのさ、紅白
くよりも年末のさ、なんかカウントダウンライブを、カウントダウンライブを YouTube でやってくれるとかね。HM が。すごいんじゃないですか。みんなめちゃくちゃ見ますよ。それ。1時間でもいいよね。で、みんなでカウントダウンして終わり。で、仕事場からやるとかね。宮本浩次の仕事場から。カウントダウンライブ。めっちゃ良くないですか。今は思いついたけど。すっげえいいとか思います。ちょっともう、HM さんに雇ってほしいぐらいですよ。なんぼでも出しますよ。ただでもいいよ。ただで雇われて、いろいろ、ファンの人はこういうこと望んでますか、ファンの人はこういうこと望んでるからこれしてあげて、みたいなことをね、いっぱい言いますけどね。もう、どれほど、もう、うちのお知り合いのエビバデさんの方がですね、この間、横浜アリーナ行ってきまして、宮本、俺行きたい街ツアー行ってきましたよ。で、そしたらですね、生まれて初めて2列目が当たったって言って、すごいおめでとうと思って、もうでもね、すごい、なんかいろいろと大変なことがあった方なので、もう絶対当たってほしいなと思ってて、で、私なんかね、もう20年、25年以上ファンなんですけど、一度もそんな2列目当たったことないです。最高がね、15列目。なんかね、それもね、郵便貯金会館のね、中ホールぐらいで12列目。だから、もう、左横ぐらいにすぐ花道があって、宮本浩次先生来てくれましたけど、目が悪くてね、あまり見えずみたいな。もうね、目が悪くて本当見えない。いやね、だからね、2列目良かったなって、でもすっごいこう、2列目で、すごく良くて最高でしたって。でもだからこれを、宮本浩次さんがいることを、望みに生きていく人生っていうのがね、このようにあるってこと、すごい。ね、励まされてるよ。うちもまたヘルパーさんの話になるけどさ、ヘルパーさんしか友達いねえのかよと思うけど、あんまりいないよ、友達。ヘルパーさんが一番よく喋る、人ですから、外部の人ですからね、私。でね、ヘルパーさんのお知り合いの方で、宮本浩次ファンの方がいらっしゃったんです。宮本浩次ファンになった。で、それはね、私がね、布教した、なんかDVD 見て、ソロの、宮本どっこだ。あ、それじゃなくてカバーの、ロマンスの DVD を見てですね、すっかりファンになっちゃった人がいてさ、で、その人がもう宮本浩次ファンになってから、こうやってこう、前髪で歩いてるんですけど、こう、背筋がピーンってなって、すごい。あ、それともう一人。80近い方で、これ全然違うアーティストさんなんですけど、藤井風さんのファンの方がいてて、で、私とこのヘルパーさんもすごい音楽好きだから、私が布教してるからいろいろ、藤井風さんもだいぶ前から知ってて、今や私よりも藤井風さんよく知ってるんですけど、で、まあ、紅白出ますよね、藤井風くん。大好きなんですよ。で、その藤井風さんが縁で、ヘルパーさんと仲良くなって、もしコンサートのチケット当たったら二人で行きますかって言って、行く行くって言って。で、80前の人にそんな藤井風さんファンって珍しいから、お友達もいなくて、辛かったわって言ってた。だからもう本当にこのエビバデさんみたいにね、いわゆる推しを通じて知り合う友達がいると、本当に生きる糧になりますよね。なりますよなって感じで、もう本当、皆さん、エビバデさん、皆さんがそうだと思うんですけど、元気で頑張って生きていく糧になっている。宮本浩次偉いぞ。そしてHMの皆さん、いろいろ動画も更新してくれてありがとうございます、本当に。もうね、今思いついたけど、その、年末、YouTube 配信ライブとか。だって、すぐできるじゃん。悪いけど、宮本浩次だったら。もうすぐ弾き語りできるじゃん。一人でもいいわけですよ。まあ、4人いてたらもうさらにいいですけどね。レカシ4人がいてて30分ぐらいやるのに、あの方々めちゃくちゃ練習するから大変かもしんないけど、YouTube 見てて何万回行くだろうとか。ねえ、すごい。頑張ってほしいです。もしかしてその YouTube でやったらさ、そこからファンがつくかもしれないじゃん。ねえ、というわけで今日は、そんな、来年37周年か。もうすぐ40周年だよね、よく考えたら。あ、揺れたわ、今、ごめんなさい。いや、すごいじゃん、と思った。その、遡って30周年のやつをね、この間からちょこちょこ読んでますけど、まあ写真は隠して。もうね、30周年でね、お騒ぎしてたらダメだったんだよね。もう、はっきり言って。ね、40周年に向けてこれから行かなきゃいけない。じゃあ今日は、30周年記念特集。そうですね。
この30周年を記念した時にですね、実はこういうものが出てまして、これをご存じない人はね、ぜひとも今からでも買いますんで、俺たちナス上巻、俺たちナス下巻、どうぞお買い上げのほどを。これはもうみっちりみっちり、もうインタビューが死ぬほど載っています。もうね、読み上げたこともあるインタビューもいっぱいあると思うんで、もちろんロッキングオンジャパンから出てるぜよ、出よ出よ、ロッキングオンジャパンからですよね。かっこいいでしょこの写真ね、これもかっこいいし、もうねすごいいいですよ。これはもうおすすめしときます。これはまあ多分バックナンバー、今までロッキングオンジャパンをバックナンバーがない場合もあるので、まあ多分ロッキングオンまで行かなくてもここの情報で仕入れてらっしゃる方もいらっしゃると思うんで、それはそれで素晴らしくいいことだと思うんですよ。私それ感謝を述べられてすごく嬉しい。何のためにやってるのかというと、そのためだからね。言うたら皆さんにこういう記事ありますよって言って、また見てみてくださいねって感じ。よくインスタにも出してられるんですけど、まあ画像だけなんてことで、それもね出しちゃいけない場合があるんでね、難しい。だ今回その30周年記念特集の、この間はお祝いメッセージ、27名のアーティストから届いたメッセージというタイトルがありましたね、読んでなかったです。今回ね、宮本五六、インタビューの中で非常にあれだった宮本五六っていうのを読んでみたいです。はい、まず1988年5月号 The Elephant Kashimashi について、デビュー作について聞かれ、革命的だと思いますけどね、まずちゃんと才能があるってことですよね、音楽の。やっぱりその一点に尽きるわ。これ私覚えてますわ。これインタビューの中でこんなの言ってたなと思って。で、そのエレファントカシマシについて。重い、そのアルバムについて。重いってどういうことですか？演奏が重いとか内容が重いとか。だけどさ、真面目に生きればやっぱ重いですよ。そういう意味での重いだったらわかる。真面目にやれば必ず重いですよ。あ、これ、1989年、浮世の夢に関して言われたことですね。で、1990年2月、生活に関して言われたこと、生活の間に言われたこと、生活ってアルバム作ってる間にね、俺は恋愛したことないと思う。そういう火鉢とかって浮世絵とかね、そういうものに対しての方が愛情を持ちますね。俺はすごくわがままなんだよな。だから相手にしきれないんだと思いますよ。そうなのかな。でもまあ、あれですよ。好きになったらすごく優しくするらしいから、山本さんはね、めっちゃ気遣うらしいですよ、相手に。それはね、インタビューで言ってました。気にしすぎて。1990年2月、生活制作期間。いつかラブソングを作りたいけど、ダメだ。だってこの先どうなるんですか、日本はって。まあ日本もね、確かに。この時心配してたけどね。うん、1990年4月、エレファントカシマシ5作ってた時の一言。もう機械やめ。牛、職人、牛、徒歩。何なんだこれはって。いや、インタビューの中で、もう機械なんかやめて、もう自然に帰れよ人間はって叫んです、宮本さん。で、1993年6月、奴隷天国作ってた時、叫んだ人が、他人に受けたからってどってことねえんだよ、意気がってますね。そして1994年6月、東京の空の時、僕は小学校時代に給食の時間に演説してたとこですから。そうなんですよ。これ本当の話でございます。今までね、だから小学校の時間にね、なんかね、政治のこととかすごい演説してたんだって。なんか面白い人ですよね。はい。1996年5月、悲しみの果てを出した時、僕は楽しい歌をやります。だって俺もともとそうなんだもん。例えばさ、あくびして死ねこの野郎つってさ、それだって俺の意識の中で明るくて楽しいから。で笑ってます。はい。1997年9月、明日に向かって走れ、月夜の歌。ジム・モリソンがさ、やたら怒鳴って歌ってと思ってたんだ、昔は。もう自分の胃が引きちぎれるぐらいがなり立ててジム・モリソンが歌ってると思ってて。ところがさ、ある時ぷっと聞いたらさ、俺の方ががなってたんだよって。そう。いちいち面白いな。ブリッジ16号、エレファントカシマシの10曲、新規男。なんとか男ってつけると、なんかその間抜けさ加減がかっこいいよねって。なるほど。1997年12月、ツアー1997、明日に向かって走れ、秋の時に叫んだ一言ですね。上海に住もうかなって思うんだよね。東京はもういいやって。って言いながら、ね、58年から東京住んでますけど、上海も行かれましたよね。上海じゃないわ。中国行ったよね。はい。
ブリッジ30号孤独な太陽からジョン・レノンとポール・マッカートニーの二面性っていうか、その振れ幅っていうのを一人でやってるなって思うのしみじみ思ったことはあります。はい、2002年5月とかライフ、実は僕は自己を表現することが下手だと思うんだ。だから一生懸命喋るわけだけど、そのために音楽をおろそかになってたって、これは恐ろしいことでした。これはね、プロモーションやりすぎてちょっと音楽をおろそかになってたってことでしょうね。どっちか2個のうちどっちか1個しかできない人なんですよ、宮本さんって。多分必死だもんね、偉いもんね。はい、2003年1月10日25日号デッドアライブに関して、4人で1人だったんですよ。やっぱり何見てたんでしょうね。生活はここにあったんですよね。4人でね、1人ってすごいバンドで対する気持ちですね。2003年1月10日25日号デッドアライブ、ヒリヒリしてて当たり前だからもう人に会わないのがいい。すごいね。2003年8月、俺の道の時、リストラってこれだなって思いました。すごい爽快なものでした。また2003年8月、俺の道。日々ラストゲームってこと僕は忘れてた。時間もったいなかったなぁ。2004年4月号、扉。武士に憧れるっていうのは彼らが死に場所を知ってるからなんですよ。自分にとってがそれは音楽であり、バンドだったんです。ブリッジ40号、扉。メンバーに、俺は君たちのお父さんかいって練習中によく言いました。なんかね、この方が見えてるな。だってさ、何も言わないんだもん、メンバーって。エレカシのメンバーね、よくあのドキュメンタリーフィルムとか出てる、一切一言も言わない。宮本さんが一人で喋ってるのかわいそうだねと思って見てるんだけど。はい、ブリッジ45、扉。馬琴も北斎も死がここにあるってのを意識したギリギリのポップさ、それがいいんじゃないかなって。あ、これね、滝沢馬琴さん、今発見で映画でやってますけど、すごい生き方してますからね、ぜひともちょっとね、見てほしいかな、映画。主人が見てきました。2006年4月、街を見下ろそうか。自覚したんですよ。僕たちはもう大人だな、だなって。そうだな。ブリッジ54号、俺たちナス。湾岸線で壁にぶつかって死んだらレコード売れるかなって思った時があって。それ怖いですね。いや、2008年2月号、ぶつからなくてよかったですね、みんな。ね、2008年2月号スターティングオーバー、ここはまたねキロでしたね。俺は俺たちのっていう曲がもうやっぱり一つの総決算だったと思うんだな。さあ頑張ろうぜって、俺たちがやってた音楽、人生観、姿勢、そういうものが凝縮されたんですよね。さあ頑張ろうぜ俺たちのなんですけど、これ私未だにね歌えてないんですよ。あの曲めっちゃむずいんですよ。このね、多分1オクターブぐらい上がって下がるはず。もう、いっぺんちょっとね、練習してみようと思って、ボイドレの時に行ったらね、これ歌えないですわって先生に言われちゃった。ね、懐かしい思い出ですけど。2008年4月、デビュー20周年、愛と夢について、あの時俺打ち込みが楽しくってさ、ライブでやる時なんてさ、テープ流してって言ってたもんな、むちゃくちゃだよって言って。2008年4月、デビュー20周年、石くんは青ざめてましたから。僕が生活でギター弾いたら、なんで俺ギター上手いのに宮地ギター弾くんだみたいな。ああ、もう始まりだったね、それが。2009年5月、登れる太陽。ソニーのオーディションでさ、19歳か20歳ぐらいの俺らがあまりにも一生懸命4人でファイティングマンと優しさを演奏したんだよね。したらディレクターがさ、なんか生き返ってますけどまだ元気とか、サリンチャーとか好きなんですかとかみたいなこと聞くわけ。だから、いや、ドストエフスキーが好きですとか言って真面目に答える。大体人が真面目に歌ってるにもかかわらず、その質問の仕方は何だみたいなことを俺が言って、もうその場がシーンってなったんで、そう。で、オーディションなんですけどね、いいんじゃないですか、ふざけた人たちだったんですよ、ディレクターが。もうね、いいと思います。2009年6月、登れる太陽。同じ喜怒哀楽の中で生きている人を励ましたいな。もともと僕らはファイティングマンのとこからそうだったんだ。2010年10月号、明日への記憶。ファンの人が信頼して見てる視線が嬉しいんですよ。宮本、お前ちょっとほっとくと下手すりゃ一人でやるとかって言い出しそうな面してるけど、そんなことはねえだろうって。どんなことあったって4人でやってきたんじゃねえのかっていう視線がいいですね。みんなそうでしたね。待ってたぜ。そう。2010年12月号、悪魔のささやき、そして心に火を灯すため。野に放たれた恐怖感からないわけですよ。そうなると俺必死に曲作るのよ。
しょうがねえからバイトでもするかとか全く思わないんだよね。この人本当に音楽しかなかったんだろうなと思う。で、2012年6月号マスターピース、これ本当に手に負えないナルシストっていうのがさ、もう可愛くてしょうがないもん、このアルバムって。マスターピース良かったですよね、本当に。なんか新しい入れ替えのさらに新しい、何段階も何段階も進んだ感じのアルバムでした。2012年4月号マスターピース。なんで時間ってあんなに重たいんだろう、ゼリー状の個体として存在してるんですよ、忙しい時って。スライムの中にいるみたいなさ。ブリッジ72号マスターピース、燃えるような恋愛というのがあったと。それと反目し合うけど、日常っていうのが自分にとっての愛じゃないけども、そういうことなんじゃないかな。ね、2010年12月は突発性難聴発症。涙を流す男の歌詞が暗示的で嫌になっちゃってさ、って。なんで歌詞なんか男が泣いてるのかさっぱりわかんなかったね。したらね、俺のことだったんだよね。かわいそう。もうこの時私は、エレカシ終わるんじゃないかと思って。慌てて CD を買い漁ったというね。もう豪華 CD もいっぱい買いました。もうね、焦りました。どうしようと思って。うん、みんなそうだと思うよ。2013年9月。ライブ活動休止を経て再始動。みんなすごい一生懸命生きてんだよ。みんな果てしなすすごい人生を送ってるようにしか思えないのよ。自分で気づいてないだけでさ。ほんと。2013年11月、復活の夜音。左耳難聴の後、復活の夜音を終えて。ああいう素晴らしいライブができて冗談抜きで、これで65まで4人でできるんじゃないかって思いました。いや、できると思います。今58でしょ、もう59じゃんか。もう全然全然全然、もうあんなにかっこよくて元気だったらいけると思います。2013年12月号あなたへ。才能だけで生きてる、考えてみたら誰でもそうだなって思ってた。俺だけじゃなくて全員そうだっていうことの、このあなたへはですけどね、私にも言ってくれてるのかな、あなたへは。そう思いたいですね。ブリーチ79 5 Destiny シングルを出してフェスで身をさらして生きていくのやっぱりかっこいいんですよ。で、2015年12月のレインボー、病気したら突っ走ってる宮治くんだけじゃ立ち行かないところに追い詰められたんですよね。ということで、2015年までの宮本五六でした。で、この次がですね、生い立ちのインタビューですね。ちっちゃい頃からの話。まあ、結構何回かちっちゃい頃からの話は宮本さんしてるんですけど、また改めてね、ちょっとお読み上げをしてみたいかな。お読み上げ朗読をしてみたい。朗読会みたいな。いやーね、すごいですね。あ、アマゾラシの秋田フロム2万字もあるわ。読もう。アマゾラシもね、結構好きなんですよ。アマゾラシってここ、読んでみたいな。なんかね、全然さ、こう、エレカシ以外のさ、ものを見ないからさ、見ろやって感じだよね。ねえ。でも、まだエレカシが好きだからさ、買ってるんだよってね。エレカシ以外の情報は、まあ、バンディとかね、見ましたね。ラッドウィンプスはいらないかな。この子誰って感じ。なんか、ユニゾンスクエアガーデン。ここも古いな。古いバンドですよ。なんかね、また見てみよう。あ、スピッツかな。スピッツや。スピッツですね。いやまあ、ちょっと、これまた後で見ようと。というわけで、今回は、エカシの30周年記念の記事を、またちょっと読み返してみました。宮本浩次五六。いやー、五六でしたね。もう、インタビューの時笑っちゃったやつとか全部、出てきました。笑っちゃったわとか思って。そういうわけで皆様、寒くなりましたが、ご自愛しながら、あ、ごめん、メガネかけてないわ。最近なんかメガネが、すいません。ご自愛してくださいね。もう私もちょっと気をつけますけど、もうここが今寒くて、3階ね、もうサブサブです。北極みたいな感じ。北極南極まあいいんだけど。というわけで、最後までご視聴ありがとうございます。それでは、また。チャンネル登録者数もぼち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 増えてきております。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。ダメだ。めっちゃカジサッコ言ってる。はい。それでは、ペグチでございました。また来週も違う曲とおしゃべりでお会いいたしましょう。じゃあまたね、皆さん。バイバーイ。ピッポッピッポーン。いやもう本当に風邪ひかないように気をつけなくちゃね。バイバーイ。インフルエンザ済みましたか？私がやりました。